くん。さあ、一挙版の中で木炭がボーボーに燃えています。この状態で蓋をすると炎が消えちゃいました。物が燃えるのには3つの要素が必要です。燃えるもの、温度、そして酸素。今は蓋を閉じて缶の中が酸欠状態になったので炎が消えちゃったんですね。さあ、この状態で蓋を開けるとどうなんでしょうか。いきますよ、せーの。空間の中に蓋を開けることで空気に酸素が入っていてボッて燃えたんですね。これぞまさにバックドラフト。